300万円ぐらいになって、それ
3年4ヶ月ぶりに解放されたジャーナリストの須田潤
さんが帰国後初めての記者会見を行っています。安田さんは解放に向けて尽力された皆さんにお詫びしますと。そして腕に持つはすべてを捉えているって言われています。当社は使いようによく